ここがかの有名なマーライオンです。意外とちっちゃいです。思ったより大きくなかった。で、あっちがですね、あっち行けたら行きたいですね。プールが一番上にあって、そこから眺めるシンガポールの街並みは最高だと言われております。こちらがですね、有名な橋です。ここを渡ってあそこの遊園地行って、あそこ行きます。一人旅ってこういう感じです、いつも。これはいい写真が撮れそうだ。子供の像だ。なにこれ、あれ部屋です。やべえな。あれ、すげえ美人なお姉さんがあります。めっちゃ美人やな。チャイニーズ美人。クリスマスツリー奥にあります。Just one. And the child one. カナダからね。ジョークです。今から向かいたいと思います。あれに乗ります。ライオンは見たいですね。ライオン結構雨降ってる。つらねえな。肉眼だと映ります。これ途中で駅降りれます。シマウマ。よくわかんないけど、ムーかな。ここは臭いです。ちょっと臭い。結構臭いな。すごっちゃう。ホワイトライオンです。メイン。意外と白じゃなかった。俺はもっと白だと思ったけど。意外とマロンカラー。犬がいるわ。普通の犬が。そう。なんで、なんだよ。肉眼だとめっちゃ見えるのに。もう、待ってください。雨漏りめっちゃ。めっちゃびちゃびちゃになってない。アマゾンみたいなところ入ってるよ、今。カバンなんか入ってんだけど、この車。いや、もうなんか、35から40ぐらいかな。ショー見て、終わり。あっちです。ショー、完成。